ファシズムみたいなものがやってくるような気がする。独裁平気でやってますか。平気で嘘をつく、フェイクで。ね、それで、マスメディアを全く見ないで、SNS ばっかり見てる、200字ぐらいのトランプの短文を読んでると、フェイク山ほど見ちゃうわけだよね。そうですね。そういうことが当たり前になってくる。だからアメリカ民主主義はもうかなり、戦後のモデルだって言われたけど、まあモデルではないなっていう、犯罪者っていうか、裁判の被告が平気で大統領になる国だからね、もう。ね。それに加えてイーロン・マスクですかね。イーロン・マスク。イーロン・マスク。3番目はね、なんか、いわゆるバーチャルな、仮想金融資本主義みたいなものが強まっていくんじゃないか、ビットコインみたいな、ビットコイン、暗号資産と、ブロックチェーンという決済の仕組みもそうなんだけど、この前も喋ったけど、これアメリカが中心だけど、いわゆる大量の投機マネーが金融先物取引を猛烈なスピードで高頻度取引してるっていう、そのなんか IT とかコンピューターとかいうものが、巨大な IT 企業の、なんていうか、猛烈な格差、儲け方がすごくなってる。だから、圧倒的に暗号資産みたいなもの、IT 企業は巨大化して、それが溜め込んでいく、バーチャルな世界で。そういうことが猛烈に進むんじゃないか、っていうことを、強く感じるんですね。分断については先ほどね、出てきたけど、アメリカ民主主義には全く馴染まないようなプーチンとか、ネタニエフとか、キム・ジョンウンとか、インドのモディとか、中国の習近平と、一部は仲が悪いけど、一部は仲良しなわけじゃん。そう、なんか、自国を、こう自由に操っていく。そうそう。だから、ジャイアンになんか、飛びをるスネ夫みたいな、そういう話じゃないような気がするの。このトランプが世界の秩序を壊し始める。関税で、まあ、インフレになるって話もちょっと出たけど、関税をやったら世界はますます寸断、分断するわけですよね。はいはい、なおかつ、イスラエルの攻撃、いや、まあ、ホロコーストの、犠牲者じゃないですか。はいはい、で、ユダヤ人。はい、まあ、トランプは、娘婿のクシュナもユダヤ人なんだけど、ユダヤ人のそのホロコーストを救ったっていうのが戦後のアメリカ民主主義のこう正当化の根拠だったわけですよ。このホロコーストの犠牲者がまさにホロコーストを始めてるわけですよ。まあね。そう。ガザに対して。そう。ということは戦後の民主主義をアメリカがこのままこういうことを推し進めていくと、彼らが正当性の根拠っていうのを失っていくんだと思う、これから。だから、世界中で、特にアラブ諸国やなんかで、多分、どんどんやればやるほどテロの連鎖は起きるだろうし。アメリカが、ユダヤマネーがアメリカを牛耳ってるって話は、そうそう、あれは本当なんですか？かなりユダヤのマネーは動いてるってことはそうだけど、陰謀みたいになんか、全部、その、ユダヤ人の資本が動いてる、動かしてるっていうのはどこまで証拠があるかわかんない。そうですね。かなりお金を持って動かしてることは確かだけど。ね、そうだと。うん、で、問題は、IT 化が進んでいく中で、SNS がどんどん広がっていって、はいはい、で、フェイクが平気で入ってくる。生成 AI なんかも基本的にはフェイクが大量に入ってきちゃうから。そうすると、この極端に言うと、トランプは前の選挙で負けたときに、これは不正行為でやったんだってこう言い続けるわけですよ。選挙が盗まれたって言ってましたね。で、議場に向かって歩いていこうって言って、突入を示唆するような発言をするわけですよ。だから、かつてのファシズムっていうのは、ナチスがこう暴力を使って、で、マスメディアを抑え込んでのファシズムになったじゃないですか。はい、自発的に別にそういう暴力もなく、アメリカの民主主義の中でこういう SNS が肥大化していく中に同じようなことが起きちゃうっていうね。僕は石丸現象とかこの間国民民主のあれの投票もすごい若い人がわーって言って短文だけ見てバーッと入るっていうのは、はい、まあ全然程度は違うけど、同じような現象の目は見えてるように思うの。だからそういう意味できちんとしたフェイクをそのチェックするようなきちんとしたメディアの役割っていうのが大事になってくるように思うわ。フェイクですよって判断できる人って今いるんですか？
マスメディアとか機関がそう、うん、知識人とかいうのがちゃんと存在してないから、それでしかもどんどんメディアが外しちゃったから、アベノミクスの過程の中で、うん、だから何が本当なんだかよく分かんなくなっちゃってる。だから危険な状態に入ってると。我がことのようにトランプの心配をするより、うん、我々の国も同じような状態になってるよ。しかも、もうアベノミクスでガタガタだから、うん、金融取引の先物取引がめちゃくちゃやると、うん、またどんどんこんな状態なのに、アメリカが利下げしてもまだ150円台のまんま安インフレになって、はいはい、インフレ止まんなくなっちゃうよ、こんなことやってると。はい、だからもう本当にね、うん、みんな、なんか今良くなればいいから減税減税みたいな話をするんだけど、うん、何十兆って金を財源なしに国債を発行したらとんでもないことになるよっていう、うん、もうゆとりを失ってる中、しかも暗号資産やブロックチェーンで、うん、今度のね、イーロン・マスクもそうだし、うん、アマゾンのジョフ・ベゾフスか、うん、なんかもう結局アメリカの IT 企業は昔は革新だったけど、うん、巨大化して保守化しちゃってるわけですよ。その資産を今度はバーチャルな世界で溜め込もうっていう、うん、そういう野望が上に見えてるから、おそらく世界中がもっと分断が広がり格差が広がる。世界はなんかアメリカ中心の秩序で回ってきた時は強いアメリカが譲ってたからです。こういうことを始めると新しい中世みたいな非常にこう民主主義じゃないような動きが広がって世界が分断していく、うん、そういう世界がやってくるのを覚悟しながら、うん、まあ、安倍さんが作ってきた壊してきた民主主義を、うん、まあ、必死に回復しようとしてるわけじゃないですか、日本はね、日本は、うん、だからひるまずこの状態の中で民主主義の回復っていうのをやっていかないと、トランプと関わらず、うん、この我々自身がね。でしかもなんかね、ボルグしましょうとかね、いかに仲良くしましょうかっていう話をメディアでやってんだけど、もうみっともないと思うよ僕は。自分たちの国がそういうことをやって一体良くなったのかって振り返ってみればわかるけど、安倍さんの間に400兆円の国債の残高が積み増ししたわけだ。ところが全然上がってないわけですよ、賃金も。実質賃金はずっと下がりっぱなしだし、うんうんうん、ここ2ヶ月だけボーナス効果で上がった以上は26ヶ月連続入ってます。それだけでしょ。それから一人当たりの GDP は、安倍さんがなった2020年にもうすでに20位まで落ちてたんだけど、まあ去年はもう34位でしょ、ずっと落ちてるんですよ。産業は衰退し貿易赤字になり、人口の減少は17年連続して落ちている中で、落ち幅が拡大して自然の減少で85万ぐらい減ってるわけじゃないですか。だから止まんなくなってる、この持続可能性がなくなってる中で、当面減税でお金をばらまいてっていう話をやっても、こういう持続可能性がなくなってる産業の衰退や人口の減少や、そのいわゆる賃金の減少や格差の拡大や、こういうこと解決できてないじゃない。ここにアメリカがもう一つ加わった。加わってきて、それもう耐えられなくなっちゃうと思うんだよね。だからもうちょっと自分たちの国の問題を真正面から向いてやっていかなきゃいけない。さあ、あれだけど、国会の常任委員会が半数委員長ポストが野党になったわけじゃないですか。だから野党としっかり向き合って議論しなければ、何も決まんなくなってきてるわけだ。だから民主主義の今までの安倍さんがやってきたのは、以降で協議をして閣議決定して国会は無視みたいな政治じゃない。きちんとそういう日本の未来を見据えたような民主主義の回復することによって自分の国が立ち上がる、立ち直っていく。新聞に強行採決ができなくなったって書いてありましたけど、強行採決できなくなるのは当たり前だと。そうですよ。国対委員長が今度一方に回るか。そうですね。だからそういう意味で、そういう民主主義を回復するのは何のために、自分たちの国のために
もうちょっとしっかりした議論をできるようにやってほしいなというふうに思ってます。でも今までの、まあその日本の国内だけそうやろうとしても、それに加えて外圧が強くなってきてるから、そう全部が今までうまく進んできたことがこれからもうまくいくとは限らなくなってきちゃった。そう。だけど、うん、そういうのがトランプとゴルゴするかどうかが問題じゃなくて、うん、私たち自身をどう立ち直らせるかっていうことが一番大事なことなんだっていうことを忘れないってことだと思うんです。まず参院選ですね。そう、参院選に向けてね、しっかり自分たちの国のビジョンを立てるってことだと思いますね。うんうん、はい。難しいことになってきました。そうですね。うん、小笠原家庭教会チャンネルへようこそお越しくださいましたですね、まあ兵庫県知事選挙で、斉藤元彦前知事ですねを応援するために、N 国党の、まあ、立花党首がですね、まあ、応援しているということで、お話ししてみたいと思います。10月31日に告示された、まあ、11月17日投開票のですね、まあ、兵庫県知事選挙において、まあ、前知事である斉藤元彦候補を応援するために、まあ、NHK から国民を守るとですね、まあ、N 国党の立花孝志党首が立候補をしています、まあ、とても素晴らしいことだと思います、兵庫県議会は斉藤元彦前知事に対して不信任決議を行って、まあ、斉藤元彦前知事は自動失職して、まあ、今回の、まあ、県知事選となりました。不信任決議の理由は斉藤元彦前知事のパワハラ疑惑ということで、まあ、本件については兵庫県議会による百条委員会が招集されていますが、まだその報告書は出ていないんですね。でそのパワハラ疑惑というのは、まあ、元西播磨県民局長が3月12日に斉藤元彦前知事に関する、まあ、告発文書を外部に拡散させたことがきっかけですが、百条委員会では何一つ証拠が出てきませんでした。ところが元県民局長は百条委員会で証言する前に自殺してですね、でそれをきっかけにマスコミは一斉に斉藤元彦前知事へのネガティブキャンペーンを張ったんですね。でこれに対して徳永真一弁護士が異論を述べるポストをしました。ちょっと読んでみますが、結局噂話を集めて作った嘘話、おねだりはないわ、パワハラの被害者はいないわ、キックバック寄付はないわ、公益通報すらないわ、みんないい竹高にふんずり返って公開臨時の魔女裁判、俺たちは何を見せつけられたんだろうか、弱い者いじめの場面をテレビで延々と見せつけられたんだ、大人のいじめだ。でこれを N 国党の浜田聡参議院議員が注目して調べたところ、徳永弁護士が言う通り、元県民局長が告発した内容には何も証拠がないどころか、内部通報制度を悪用した情報隠しの疑いがあるというわけなんですね。でそれを知った立花党首はですね、まあ、兵庫県知事選に、まあ、急遽立候補するという形で応援しているというのが、まあ、経緯ですね。まあ、自殺された元県民局長の公用パソコンには本人の不倫を示す動画などが保存されていって、でこれが百条委員会で公開されることを恐れた元県民局長が証言をしないで済むように懇願したんですけども、まあ、今更後に引けない委員会はこれを拒否し、元県民局長が自殺したということがはっきりしてきたというところなんですね。で立花党首は青年会議所が、まあ、11月27日ですね、に開催した立候補の予定者のですね、公開討論会で、まあ、このことを発表したんですね。そうするとですね、立花党首がはもともと11月30日に朝日テレビが主催する立候補者の公開討論会にライブ出演する予定だったんですけども、この青年会議所での発言の直後ですね、出演を断られたそうなんですね。まあ、斉藤前知事はですね、悪者が自殺した元 県民局長は、まあ、被害者というシナリオで、まあ、県議会もマスコミも大宣伝してましたので、まあ、それに反するような証拠は隠そうという流れでしょう。まあ、立花党首はそれをですね、まあ、逐一 YouTube でリアルタイムに発信してるんですね。まあ、リンクを下の方に、概要欄の方に貼っておきます。でさらにですね、この県民局長が使っていた公用パソコンの中身について百条委員会の奥谷委員長が内容を把握していたにもかかわらず、それを百条委員会で証言しようとした片山副知事の発言を制止して、まあ、休憩をするという音声がですね、まあ、立花党首が入手したんですね。立花党首は、まあ、直ちにこれをですね、まがい党演説の場で公表しました。
で、さらにですね、これらのことは元県民局長が一人でやったんではなくて、それを仕掛けた周辺の人物がいるということも判明したっていうわけですね。で、これもですね、動画で発表されています。リンク下の方に貼っておきます。で、N 国党の立場の党首は長年 NHK という巨大メディアを相手に戦っているだけあって、まあ肝が据わった方だなと改めて思います。一連のことは斉藤前知事に頼まれてやってるんではなくて、自ら調べて自ら動いた、まあそういう結果なんですね。で、私は、兵庫県民ではありませんので、直接何かをすることではありませんが、まあ、このように義に立つ方をですね、見ると、まあ、立派だなと思います。で、今回の選挙は立花候補にはですね、まあ、投票しないでくださいと候補自らが宣言する、まあ変則的なものですけども、私はこのような勇気ある活動を支持いたします。この全国弁連というのは霊感商法被害者の救済を真の目的にしてはいないです。あの山口博弁護士、1987年に発足した、まあ、その直後からですよ、この団体を解散させなくてはいけないと言ってるわけです。なぜ被害の実態もわからないうちから解散させなくてはいけないと言っているのか、どういうことかというと、その旧統一教会の関連団体である勝共連合が当時推し進めていたスパイ防止法の制定を阻止しようとする目的で作られた組織であることは確かです。令和4年の参議院予算委員会で、岸田総理の解釈変更というのが問題だと思います。どういうことかというと、旧統一教会には刑事罰が存在しないため解散命令請求ができないという閣議決定が存在したにもかかわらず、岸田総理が請求要件に民法上の不法行為も含まれると法解釈を1日で変更する答弁をしたことが大きな問題だということです。内閣支持率を維持するために旧統一教会に解散命令を出せるように無理やり解釈変更したという指摘は数多いです。この指摘に対して有効な反論はなされておりません。裁判所におかれましてはこの点をご承知おきいただければと思います。また今回の件で刑事事件のみならず民事事件でも宗教法人を解散できるようになるとすれば、今後数多くの宗教法人が解散に怯える状況になりうると思います。取締役会に旧統一教会は反社会的団体だから、こことの思想調査しなさいという請願が出されたんですけども、この請願は憲法違反だということで、取締役会の結論はこの請願に賛成するのは共産党の4人のみ、全員がこの請願に反対したんです。これが世論なんだと。もう一つ取締役会で議論した内容というのは、一方的な声だけを聞いて審議するんではない、両方の声を聞いて物事を考えるということであると、おのずと取締役会と同じような結論になるはずだということです。思いっきり根本的な解釈変更をしてね、でそれをさらに過去に訴求させて家庭連合を解散命令請求に追い込んだってことでしょ。でそれを裁判所に丸投げしたっていうことですよ。うん、でそれも重箱の隅をつつくようにね、こうかき集めて、そしてその証拠みたいなものでね、出してきた民事裁判、のその原告も弱さ、家庭連合の人たちを、まあ、拉致監禁して、それで、帰郷させて、その帰郷した人たちを使って訴えさせるなんていうことで民事裁判を起こした半分以上が、まあそんな拉致監禁による強制帰郷の、人たちだったっていう、まあそんなことですよね。なんか今の統一教会、現時点での統一教会っていうのの問題っていうのはなかないと思うけど、かつての、まあ、30年前に比べるとものすごく格段になくなってんだよね。格段になくなってんだけど、解散するっていうのは何かな、何かなって正直と思うけどね。会議員細谷のりおです。本日の細谷のりおチャンネルは、今話題となっております旧統一教会問題についてお話しさせていただきます。今自民党総裁選の
真っ只中です。このような中で久しぶりに旧統一教会と関係があったのではないかという報道がありました。2022年7月8日2年前の安倍氏銃撃事件の直後から数ヶ月はワイドショーを独占するかのように旧統一教会の問題がテレビ番組を賑わせていました。集会に出席したのかメッセージを送ったのかなど連日取り沙汰されておりました。これに拍車をかけたのが岸田首相、茂木幹事長の旧統一教会との関係断絶宣言でございました。このことによって集会に数回出席していた山際大臣は辞任を余儀なくされております。しかし今やほとんど取り上げられることもなく推移していましたが、突如9月17日朝日新聞朝刊に安倍氏旧統一教会会長と面談か、13年参院選直前と大きな見出しを打って報道されました。朝日新聞の記事を要約すると、安倍晋三首相が2013年6月30日参院選直前に世界平和統一家庭連合旧統一教会の会長と自民党本部の総裁応接室で面談を行ったこと、そこで自民党参院選比例候補の当落について協議があり、両者は選挙支援を確認したというものでございます。これのどこが問題かということであります。安倍氏は自民党総裁として公認候補全員の当選を図らなければならないという立場です。選挙も間近に迫り、当選ラインに一歩足りない候補にテコ入れをする、支援団体を手立てするということは総裁としては当然の仕事をしております。このことがなぜ、この当然のことがなぜ一般紙の紙面をトップニュースとして飾るのか、それは岸田首相が旧統一教会とは関係を断絶するとしているからトップニュースになるわけでございます。岸田首相の方針が正しければ安倍総裁のような取り組みは自民党からは排除しなければなりません。一方、安倍総裁が公認候補の当選のため旧統一教会を含む自民党を支持する団体に応援を呼びかけることが正しいとすれば、岸田首相の断絶宣言が間違っているということでございます。総裁選の真っ只中で出された問題です。自民党の先生方もマスコミを避けたり隠れたりせず、安倍氏の道を歩むのか岸田首相の道を歩むのか、はっきりさせる時ではないでしょうか。安倍氏が教会トップと面談したことに関して野党各党も反応しております。立憲民主党の泉代表は、総裁選候補者が関係性を明らかにすべき、共産党小池書記局長は組織的な関係が明らかになった、全面的な再調査をと求めております。国民民主党玉木代表は、この説明なくして衆議院解散はできないというように述べております。野党が再調査や説明を求めておりますが、このことはこのように主張する背景は、これも岸田首相が関係を断絶すると言ったことから来ております。今マスコミにも登場する全国弁連の紀藤弁護士、
鈴木エイト氏らの主張を受けて法を犯すこともなく市民の義務を果たし、静かに祈りを捧げ、ボランティア活動などで社会に貢献している人々を反社会というレッテルを貼って排除しようとしたことにあります。自民党はこの間違いに気がつかなければなりません。自民党はこの間違いに気づかなければなりません。日本という国は法を犯せば罰せられる。その罪はあらかじめ事前に文章で知らされている。罪を償えば社会に復帰できるという約束事で成り立っています。これが政府と国民の間で交わされている日本で生きるための契約です。旧統一教会一部の信徒も過去には法を踏み外したこともありました。しかしこれを償い過ちを認め和解をしていれば同じ国民です。地域では共に支え合い協力し合う市民です。朝日新聞の記事は今一度岸田首相の間違いを思い起こしてくれました。今回は2年前の洪水のような旧統一教会避難の渦を思い出しました。ちょうどいい機会です。安倍元総裁の態度が当たり前のことなのか、岸田首相の方針が正しかったのか、このことを自民党総裁選挙の中で考え直すことも意味があることだと思い、今回発信いたしました。誠のお母様は韓半島の平和統一のために努力している平和統一連合の指導者たちを温かく迎えられ、尊い激励の御言葉をくださいました。그동안여러분들이수고한줄알고있는데남북문제를놓고는일본의책임이중요해하늘섭리를놓고볼때참부모섭리를놓고볼때나공산세계는있을수가없어하늘섭리의판도를넓혀야한다今や統一の時が近づいたと語られながら新統一勧告を強調される誠のお母様の御言葉に従い、平和統一連合の指導者たちもその御旨に動参していくことを共に誓い合いました。